御所神社拝殿御所神社は、山形県長井市寺泉にある神社。御所神社縁起所によれば、天武天皇の知世、白鵬八年、朝、日高、頑城閣に、縁の行者が、賛同修行し解散したという。その後、聖武天皇の知世、天平三年、川口寺が建立され、後期五年、桑沢口に、岩城寺が建立され繁栄し、その繁栄は、 約400年続いた。天行年間、前九年の役により朝日、岩丈の霊地は衰退の一途をたどっていた。その後、再び、出羽国を訪れた、源義家は、漢字四年、大間秀則を使わし、祭り地青木屋に朝日岳大日霊気命、月が峰月読命、岩丈別来人、小朝日金山彦命、 三つ淵武美中田命の五箇所の尊霊を移し、合わせ祭りしたのが、朝日山御所大名人である。この時から、地名も御祭所と改められ、一号のうぶすなう神として包祭し、大麻秀則に長くとどまらせ、祠を守らせたとある。御所神社には、三つ淵の神が祀られている。宇野花姫伝説では、前九年の役で敗れた悲運の武将、安倍佐党の娘、 宇の花姫が三つちの滝に身を投げ、竜神となって祀られたものと言われている。長井市では約四十の神社において、勇壮な黒子司祭が行われている。寺泉御所神社の黒子司祭の時には、この竜神が雨を降らせ、埼玉川支流の野川を波しぶきを上げて下ってくると言われる。その姿を演じたものが、黒子姉妹と言われ、伝承のごとく、 黒獅子の10メートルもの大幕には、水流の激しさを表す、水玉の波しぶきと、波模様が染め描かれている。東北地方では、神社の祭祀に、主元者が関わってきた例が多く見られ、御所神社も古くから、代々、主元東聖院が別当として祭祀に関わってきた。羽黒葉十二千夏の一である、東繊院は、天朝年間に寺泉村の同社屋敷に、 朝日山別島の頑丈寺を開いた友然帽子を回帰とし、明治初年の神仏判前例の影響下、明治3年にまた飾りし、官主となった永康島で46代にわたって相続してきたと伝えられている。中世、朝日岳を中心に、朝日修験が盛んであったが、羽黒修元との勢力争いに敗れ、衰退したと思われる。鎌倉時代、朝日山地周辺には、 兵士の残党などが山伏となり、応募を極めたので、北条氏が千年封じを実施したとの伝説がある。その際に、僧帽を破き、仏像を皮に、投棄するなどの弾圧により、浅日山地の信仰は衰え、浅日主弦の勢力も弱体化したと言われている。東西院も浅日山御所大明神の別当を代々務めてきていたことから、当初は浅日主弦であったものが、 時代を下る中で、ハグロ主源となったものと考えられる。御所神社霊祭8月14日から15日、山形鉄道フラワー、長井線長井駅から車で約10分。ありがとうございます。